はい、こちらカイモンドです。リアルご真実をぶちかます。はい、ということで、ね、今日も SSR セルフディフェンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セルフディフェンス代表カワイモンドです。全推進流空手の形成会館館長でもあります。武道と護身術双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いします。前回ね、まあ、あのようなことが、まあ、ありまして、まあね、公開の方もしましたけども、気を取り直してですね、行ってまいりたいと思います。皆様ぜひともサポートの方よろしくお願いいたします。頑張ります。はい、まずですね、総合護身インストラクター講座オンラインね、ぜひとも入会していただきたいと思います。皆様よろしくお願いします。こちらですね、護身術のプロを育てる、そして護身術の先生ですね、専門家を育てるということになってます。そして、もう素人の方でも全然できます。護身術のことをもっともっと知りたいという方、ぜひとも入会していただきたいと思います。そしてライセンスも取れちゃう、修了証も取れちゃうという優れものでございます。オンライン講習ですから、スマホでもタブレットでも、行うことができます。そして私はですね、こちらの護身術講習を担当しております。サイレンスプレイ、スタンガン、特殊警棒、フラッシュライトですね、こういったものですね、私、教授してますので、ぜひともですね、学びに来ていただきたいと思います。はい、ということで、そしてですね、護身術 DVD ダウンロード商品、まあ、ありましたが、現在ですね、ストアズさん、それから、ベースさんともにですね、一旦停止ということにさせていただいております。今、私のベースっていうのが日本ではなくて、まあ、オーストラリアの方になってますので、まあ、半分半分っていう形ですね、いうような形ですので、ぜひともですね、まあ、協力していただきたいんですが、PayPal の方を、PayPal アカウントですね、こちらを使っていただいて、ドネーションという形で行いたいと思います。ですから、ストアズさんの方で、まず商品のを見ていただいて、あとはメールでですね、ちょっとやり取りをしていただくということになります。推進アンダーバー RYU 頭がグッドとしおととジェミまで、ね、こちらまずお問い合わせをください。そしてですね、まあ選んだ商品ですね、まあ、こちらの方でこうだという形であればですね、まあ、そこからです、私お話しますので、ね、それからドネーションという形で行っていただきたいと思います。お願いします。はい、そしてあと DVD ですね、こちらの現在配信になってますので、ダウンロード商品だけということになりますので、皆様よろしくお願いします。はい、そしてですね、その他ですね、オーダーメイド商品ですね、オンライン講習のチケットですね、こちらの方も同じように、まあ、入ってますので含まれますので、ぜひともこちらもご利用ください。お願いいたします。あとですね、スペシャル T シャツも売ってますよ、皆様お願いします。そしてその他ですね、祈願検討ございましたら、推進アンダーバー RYU 頭あきやふっとっとっと JP までぜひともお願いいたします。今日のトピックなんですが、これですね、旭川市男性刺殺事件、父親金沢孝雄さん、家族総出、謝罪、文句、娘、なぜ BB 弾、川口和人容疑者、折りたたみナイフ疑問の声ということですね。こちらの方をちょっとね、やっていきたいと思います。21日夕方、北海道旭川市の住宅街で夫婦2人が刺され、夫の金沢孝雄さん32歳が死亡した事件で、住民の方、ギャーギャーという声が聞こえて外に行ったら男性が倒れていた、血まみれで倒れていた、家が近いので怖い。川口容疑者56歳は近くに住む金沢さんの首を折りたたみナイフで複数回刺した殺人の疑いを持たれています。住民、川口容疑者が冬に除雪しているのを見たことがある。いつも雪を道路に捨てるので、あーっと思って見ていた。22日、新たに事件当日、金沢さんと川口容疑者にトラブルがあったことが分かりました。捜査関係者によると、事件当日、金沢さんの長女がおもちゃの鉄砲の弾、いわゆる BB 弾を川口容疑者の自宅に向けて投げていました。これを見とがめた川口容疑者が子供の胸ぐらを掴んだり、リュックを蹴ったりしたということです。長女は自宅に帰り、金沢さん夫婦に経緯を報告。その後、金沢さん夫婦は川口容疑者の自宅へ行き、謝罪や話し合いをしていたところ、口論となり刺されたとみられています。川口容疑者は刺したことを認めていて、警察は詳しい事件の経緯を調べています。ということになります。まあね、これね、まあいろんなネットの声っていうのがありまして、まあこれもちょっとだけ言いましょうかね。はい。まあこれは事実か事実じゃないかっていうのは全く別の話です。はい。この方たちがそう思ってるだけってことですね。ネットの声。ね、ですね、まあ、奈良市さんで統一してるんですけど、文句を言いに行ったの？謝罪に行ったの？とかね、文句というか容疑者のおじさんをボコりに行ったんでしょう？とか、隣家ってわけでもないのになんでわざわざ離れた家に BB 弾を投げ込んでいたんだろう？とか、もちろん殺人を犯した犯人を擁護するつもりはないけど不可解な部分が多々あると、ね、それから加害者が悪いのはもちろんだと思いますが、近所の人の話や親族の方の因縁つけられた
という報道を見ると、謝罪に行ったのか殴り込みに行ったのかどちらなんだろうと思います。謝罪に出向いたのなら、ただただ謝って許してもらうしかないと思います。BB 弾を投げただけでこんなことになるなんて想像もできなかったと思います。はい。でですね、親戚の人が因縁をつけられたと話してましたね。普通 BB 弾投げて怒らせたことを因縁つけられたとは言わない。どっちもどっちなのかなとかね。ですね、それから、個人的には被害者の見た目よりも加害者が平気で道路に雪を捨てる人であることが気になった。程度の問題ではあるが、これは一般的には非常識で自己中な人がやる行為。子供の行為も良くはないが、だからっておじさんが小学生女の子の、胸ぐらを掴んだり、因縁つけられたからって殺したり、とにかく登場人物の中で一番異常性を感じるのは加害者っていうことですね。まあ、こういう形で、まあこれも見ていただいても大体わかると思うんですけど、まあ、要は、まあ、その、林家というかちょっと離れたところなんですよね。うん。まあ、まあ、近隣ですよ。近隣住民ね。で、そこに、この、まあ、娘さんですよね。この家庭の、まあ、殺害された方の娘さんが、行って、BB 弾を投げたと。敷地内ね。それで、それを見ていた、この容疑者がですね、怒って、胸ぐら掴んだり蹴っ飛ばしたりしたっていう話ですね。で、これを自宅に帰って、娘さんが、この被害者の、まあ、まあ、お父さんですよね。今、まあ、話をしたと。したらお父さんが、ああ、どういうことなんだってことで、一応まあ言ったんですよ。で、一応まあ、ここでは謝罪と、謝罪みたいな感じになってますよね。言って、すいませんでした、すいませんでしたってことなんだけど、そこでなぜか口論になって、謝罪のはずなんだけど、口論になってて、そこから結局首を刺されて殺害されたっていう話ですね。はい。まあ、これね、もう、いざこざ護身術の、まあ、一番の、ね、出るところですよね。これがね、一番重要なところですよね。いざこざ護身術。ね。まあ、これ私ね、いざこざ護身術講座 DVD も出してるんでね。まあ、多分皆さん知ってる方もいると思うんですけど。まあ、あと動画でもね、結構流してるんで分かる方いると思うんですが。まあ、基本的にいざこざってなった時に、まあ、例えばこのいう状況だったら、じゃあ私がどうするかって、お父さんだったらどうするかっていうのをまず言いましょうかね。まあ、そうすると、まあ、そうですね。バーっと言って BB 弾投げ込んだと。いうことだから、まあそうですね、貸し箱の一つでも持って謝罪に行きますかね。これだったら。うん。それが一番いいかな。うん、謝罪。ただただ謝罪ですよね。まあそれはただただ謝罪ですよ。ただね、気に食わないとこもありますよ。まあ胸ぐら使うのはまあありにしたって、蹴飛ばしたっていうのがちょっとあってね。蹴飛ばしたっていうことがあって、まあそこのところ、うーん、とは思うけど、まあ、負傷とかしてなくてね、なんか蹴飛ばされて、なんか頭蓋骨折してるとか、なんかね、打撲がひどいとかだったら、まあ話が違うんですけど、そうじゃなくて、まあ、この中に何でも何ともなしに帰ってきた、うん、状態だったら、まあ、ただただ謝る。貸し箱持ってって、申し訳ございませんでした、つって、謝るかな。それが多分一番かな。もうそれしかないですよね。だけど、じゃあ、どこでこのいざこざになってしまうか。そして殺人にまで発展してしまうかっていうと、やっぱりですね、相手に対して何かこう、ちょっと何か言っちゃった場合とかですよね。例えば、胸ぐらつかまれて蹴飛ばされてるから、そこまでする必要ないんじゃないとか、そこまでする必要ないやんとか、胸ぐらなんですかね、蹴飛ばさなあかんの。そういうこと言う必要ないやんとか、そういうようなことは言わない方がいいですね。言うと、やっぱり刺されたり殴られたりってことはあり得ると思います。はい。だから、状況を見て、まず、今、投げ込んだら事実、なんですよね。多分娘さんも認めてんのかな。うん。だったら、まあ、完全に非があるから、基本的に認めるっていう形ですかね。それが一番いくかな。穏便に行くってことは重要なんでね。穏便に行くってことは重要ですからね。はい。それが重要かなと思いますが、やっぱりまあ、これはもしかすると、何か言ってしまったかなと。何か言ってしまった。で、口論になっちゃう。まあ、口論になるってそもそも何かを反抗しないと口論にはならないんでね。相手がお前なんでこれビビダ投げてくんだよって言ったことに対して、で、じゃあお前なんで胸ぐら掴むんだよとか、なんで蹴飛ばしたんだよとか、お前そこまで怒る必要ねえじゃないかとか、何かを言うと返ってきますよね。うん。だから、やっぱり、こういったね、例えばなんかいろんな、例えばまあ普段からにこれ除雪の時に雪を放り投げてたとか、まあいろんな話があるんで、まあちょっとトラブルメーカー的な人がいるとしたら、当たらず触らずっていうのが一番いいですよね。で、穏便に行くのが一番いいですよ。だけど何かあるかもしれないので、ね、ポリスマグナムをちゃんと常備しとく。それからバッグ等を持って、一応防護盾として使用できるようにしとく。っていうことが重要だと思いますね。うん。で、やっぱり行くときっていうのは、例えば奥さんと一緒に行くとか、うん、まあ娘さんもあれかな、娘さんも連れてくってこともあるのかな。だけどやっぱり逃がさなきゃいけない。何かあるから逃がさなきゃいけないですよね。刃物持ってくる可能性があるので。
ね、そうするとお父さんだけで行くっていうのはやっぱり安全かもしれないですね。まあ、だけど基本的に穏便に、穏便でそれから謝罪をするってことが、謝罪を繰り返すってことが重要かなと思いますね。だけど何かあった時のためにやはりポリスマグナムとの護身具、防護盾等を持っておくってことが重要だと思います。はい、あとは間合いですよね。やっぱりなんだこれやろうって言って、胸ぐら掴んだりだとか相手に対して超接近をすると、もう頸動脈とかね、胸の部分だとかいろんなまあ動脈があるじゃないですか、ね、このバイタルゾーンといわれる逆三角形のゾーンがあるんですけど、鎖骨下動脈とかそういったところをさらけ出すことになる。もうこう刺されたら一発なので、どんだけ息が合っててもブスッてやられたら一発なんですよ。うん、なので、なるべく接近をしないってことが重要ですかね。話してる時に相手の一挙手一投足ちゃんと見てて、手かなんかも見てて、もしかしたら何か持ってるかもしれないし、ポケットなんか突っ込んでるかもしれないし、もしかしたら、なんか正座かなんかしてて、座布団かなんかに入れてて、その上に座ってるかもしれないですよね。座布団の下にグッと入れてて、刃物をね。うん。そういったこともあり得るので、やっぱりですね、相手がどういうふうに来るかってことで、やっぱり気をつけてですね、やって、ね、対応していただきたいと思いますね。やはりまあ、謝罪ってことが一番いいんでしょうけど、まあまあ、ありましたもんね。前回もね、リンカで、隣の人がバッて来て、いきなり刺しに来たやつがありましたね。映像がありましたよね、日本のやつで。ありましたけど。まあ、あんな風になってしまう可能性もあるので、基本は穏便に行くんですけど、やはりそれを超えてしまった時っていうのは、もちろん警察への通報だとか、連絡とか、防犯カメラで撮っとくとか、重要なんだけど、まあ、それ以前に、やはり自分自身を守れるようにしておくってことは重要ですよね。必ず護身具等を持って、護身武装しておくってことは重要だと思いますね。はい。あとは、穏便に行く、謝罪をする。うん、なるべく自分は主体したいでるということが重要だと思いました。はい。ということですね。いかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、このような感じで、また事件を紹介しました。はい。私もですね、これから頑張って、いろいろなこの、まあ、巨悪事件の中心にですね、どんな感じで、ご真相をやっていけばいいのかということをですね、紹介していきたいと思います。皆様ぜひとも、サポートよろしくお願いいたします。はい。それはまあ、糧になってますよね。皆様、お願いします。頑張ります。はい、それでは終わります。リアルご真実、ぶちかます。